久保田正孝です。こう言って皆さんがいる前に立つのが久しぶりすぎてちょっとどうしていいかわからないです。あとこんなに会ったのすごい久しぶりで1年ぶりだったのでなんか感無量でございます。お久しぶりです。お久しぶりです。裏で久しぶりに会ったの今さっき、すごい本当にもうたくさん笑ってもらえる、でもどこか一言じゃないとてつもない映画が完成しました。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。脚本をいただいた時にこう自分が演じるという責任感を全く忘れて本当に声を出して笑いながら読んでいたかと思うとふっと考えさせられることがあって、監督からのメッセージがこう台本の中からひしひしと伝わってきました。その笑いの中にある監督のメッセージをぜひ皆さんにも受け取っていただけたらなと思います。楽しんでください。脚本を読ませていただいて、まあ本当にユーモアが効いててすごく笑っていたんですけども、読み終わった後にちょっと本当にやっぱり考えることが大事なんだなってすごい考えさせられました。で、撮影現場も本当に楽しくてあっという間の2週間でした。ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。新たな役を演じました内田千佳です。監督に衣装合わせの時に、まず言われたのが普通の人の役ですと言われました。で、私の役はこう和を保とうと普通に頑張るんですけども、演じてる最中に普通って何なんだろうってすごく私自身が逆説的に問いかけられたような感じがしました。とはいえ本当に皆さんおっしゃってますけど笑えるところがたくさんある作品ですので今日はぜひ楽しんでいってください。大島太郎です。選挙がテーマという映画なんですけれども、これを見ていただいて皆さんに笑っていただいてみんなで楽しく選挙に行けたらいいなと思ってます。今日はよろしくお願いします。はい、大地を演じました弟隆馬です。北海道出身ということでやはり大地という名前がぐっと心に響くなと思っております。ちなみに、この映画は、選挙とかね描いておりますけれども非常にゆるい映画でございまして、こんなゆるい映画公開していいのかなと思うぐらいゆるい映画ですので、ぜひ見に行く方は固い気持ちにならず本当に気楽に見に行ってください。どうぞよろしくお願いします。いろいろと準備して、撮影して完成した作品がようやく公開できることができてとても嬉しいです。ぜひ楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。久保田さん、宮沢さんは本作初共演ということでいいですよね。はい、撮影はお二人いかがだったでしょうか。いや、私の役が本当にこう感情をストレートに出す世間知らずというのですか、とても自由奔放にこう自分の意見を言う役だったんですね。で、本当にストレスがなくこうここにモヤモヤしたものがない役だったので、私はとても毎日撮影に行くのが楽しかったんですけど、それを受け止めきる久保田さんは大変だったろうなと思います。本当に今回ご一緒させてもらえてすごく本当に光栄で、こんなにエネルギーの集合体のような人に僕は会ったことがなくて、もう全てがこう、なんていうんだろう、もうプラスなポジティブなパワーでできている方っていうか、だから本当一緒にいて話しているだけでなんかこう、なんていうのかな、治癒されていくんですよね、中が。なんかこう、作品見てもらえばあれなんですけど、たった一人の光がこの僕たちのところに来て、もうお芝居してるんだけど、お芝居、役で出そうとしても多分普通出せないんじゃないかなっていうくらい、ユミさんという役を通してディエさんのエネルギーをいつも僕は一番近くでダイレクトにもらったので、なんかなんて言うんだろう、パワースポットみたいな、もう僕にとってもう本当にそれくらいもう最高に楽しかったです。はい、そうでしたか。はい、2人の関
係性がね大変面白くて、こう秘書として由美のことを受け止めるんだけど時々諭すみたいな、そのあたりのバランス感がとっても面白かったんですが、あのあたりの掛け合いは結構自然に完成させられていたものなんですか？そうですね、あんまりこう、そう、まあ、監督にこうしてほしいっていうまず最初にプランを伺って、その後は あんまりこう言葉にして話し合うというよりは、なんかこう空気が作られていく感じ、まあ、とにかくもう受け止めてくれる許容が広いので、どこにボールを投げてもキャッチしてくれるという、 こう安心感がありましたから、もうこの役通りに私は自由にそれを受け止める久保田さんっていう感じでした。心強かったです。はい、久保田さんの由美とはいえ宮沢さんを諭すっていうところもありましたよね。まあ、由美に諭してるんですけれども、はい、そのあたりは関係性として面白いなと思ったんですが。そうですね、まあ、谷村という役もすごくそつなくこなすようで、実は中身はちょっとポンコツというか、抜けているというか、言わなくていいこともついつい言ってしまう、自分の感情が秘書という仕事を通り越して出てしまう瞬間とかにやっぱイラつかせてしまう、腹立たせてしまうっていうのがありましたけど、やっぱみんなこういうやっぱコロナ禍だし、みんなマスクもして言葉もなかなか出せない中で、なんかなんだろう、すごい役を通してめっちゃ毒吐いたっていう感じですね。もう日頃のものを全部出したっていう、はい、吐き出させてもらえる作品でもあった気がします。なるほど、お近くにパワースポットである宮沢さんとデトックスもされたと、はい、もう浄化していただいて全部を戻ってもらって、なるほど、ありがたいです。ありがとうございます。そう、ね、皆さんとのご共演初だったと思うんですけれども、はい、いかがでしたか？いや本当に素敵な先輩方の中でもう本当にめちゃくちゃ緊張はしたんですけども、まずその衣装合わせの段階で監督に若者代表としていてほしいということで、まあ本当に若者らしさっていうのを前面に出していこうかなと頑張りました。その中でこう印象的なやり取り、皆さんとこう共演されて何か強く残っているエピソードってありますか？でも最初のその議員のシーンは、議員じゃない秘書のその施設事務所のシーンだと本当にまったりとした空気感で、ちょっと緩い感じでこのまま選挙始まるのかっていうところから、まあ、その選挙始まった時のそのエネルギーの強さっていうのは本当に体中にビシバシと肌で伝わりました。ありがとうございます、はい、内田さん、小市さん、そしてお父さん、久保田さんを含めその秘書チームとしてチームワーク、まあ、時に冷静にさまざまなことに対処するというその様がとっても面白かったんですが、このあたりのチームワークはどういった感じで作られていったんですか？ぐらい気楽にこの現場に言ってましたね。本当にもちろんリエさん、パワースポットリエさんを筆頭にこれものすごい優しいエネルギーが流れてて、で皆さん感じたと思うんですけど、多分こんなに良いスタートとカットに覇気がない監督はいない。多分全員が思ったと思うんですけど、良いスタート、良いスタート、このぐらいなんですよ。はいカット OK。どんなにおっいいんじゃない今と思って、はいカット OK。このぐらいなんですよ。その辺に関してはどうですか、皆さんやりがいありましたか？淡々と進んでましたね。だから最初僕スケジュールもらった時にぶっちゃけこれ本当にこれ一日で撮れるんかなと思ったんですけど、意外にめちゃくちゃ早かったですよね。そうですね、思ったよりもこう早く撮れたっていう。そうです、ちょっと監督が一言みたいな監督の作品です、監督の作品です。でもなんか監督がこう笑ってでモニターを見ているのをなんか盗み見してあ、なんかうまくいったのかもしれないっていう、そういう感じでしたね、毎日ね。あんまり奥に出して笑われないですもんね。ね、なんかだからちょっとリアクション気にはなりますよね、やっぱり。ちょっとチラチラ見ちゃいますよね。ちょっとだけこうなんか、あ、今ちょっと笑ってたかな。チカさんから、チカさんはね、監督とも同時されてるから、チカさんから監督情報とかもらってました。そう、ね、なんかね、分析がすごくねそう、多分喜んでると思うとか、はい、情報をもらってね、前作でご世話になっていたので、うん、でもやっぱり監督今回その2作目共演する、あ、共演じゃないで出演させていただくとなって、もう一段
距離が近くなれるのかなと思ったら、やっぱり久しぶりにその石橋で会った時には、あ、初めましての距離感だって感じで戻っちゃってましたね。だってさっき裏で会った時に監督のところに千佳さんがこう、監督お久しぶりですよって監督が逃げましたよね。逃げましたよね。半歩下がってましたね。それでも喋ろうとしまう。もうぐいぐい行くことにしました。監督、本作は脚本5年、まあ、時間をかけてブラッシュアップされてきたと思うんですが、まあ、その脚本へのこだわりといいますか、秘書が、まあ、秘書の視点で描かれる選挙ものというのはどういったところにこだわりを持って描かれたんですか。まあ、まず最初からこうスタッフをメインに描こうと決めていて、それはやっぱり議員よりもスタッフをメインに描く方が、まあ、個人的にもこう働いてる映画がすごい好きなので、あのそういうちょっと知らない世界の、あと、いろんな人が働いてるのを描いた映画とか、そういうのが良いなと思ってたので、まあ、本当にそこからですね。なので最初から議員の候補がメインよりは秘書がメインでやっていくっていうのは最初の段階から決めていたことでした。なるほど。議員の方、そしてあの秘書の方にも取材を重ねられたんですもんね。そうですね、はい、お話を伺って作っていきました。本当にあのこのコミカルな笑いがこの坂下監督から生まれてるのかと思うとちょっと不思議な気もするんですけれども、 でも現場では監督やっぱり面白いところはこう自分でも笑いが込み上げてくるってこともあったわけですね。あ、もちろんもちろん、はい、淡々としてらっしゃいますね。さすがでございます。この映画は、最初は本当に5年前か6年前ぐらいからスタートさせた作品なので、本当に出来上がって、それこそ最初にこういう、一般の方に、見ていただくことがこれが最初だと思うので、すごくこう感無量というか、達成感みたいなのがあるの で題材的には結構とっつきづらいかもしれないですけど、結構面白く、親しみやすい感じになっていると思うので楽しんでいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。短い、本当に短かったですね。短い時間でしたけどありがとうございました。もう、あんまりこれから見ていただくならばあまり説明することも必要もないのかなって思うんですけど、多分こんな宮沢りえさんを見たことある人は多分いないんじゃないかなと本当に思います。でこの候補者の由美さんがいない時の本当にこう秘書たちの会話、もうなんでこんな毒しかないじゃんっていうくらい、でもそれが普通なんですよね。なんかその世界、この決戦は日曜日 の監督が作られたこのなんていうかな、こう流れる空気というか、もう本当にこう映像を通して体感してもらえたら、嬉しいなと思います。今日は短い時間でしたけど本当にありがとうございました。